どん、タビオスポーツの坂本です。今日がですね、10月の25日、もう水戸黄門マラソンまであと残りわずかとなりました。で、今日がね、最後の刺激の練習をやっていこうと思うんですけども、なんと今日はですね、練習のパートナーがいます。早速お呼びしようと思います。今日よろしくお願いします。はい、お願いします。中井健介です。フットサルやってます。久しぶりの登場です。中井さん、はい、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自分が本当 YouTube 立ち上げですぐの時、うん、出ていただいて、もう1年以上ぶりの。そうですね。でしかもなんでまた中井さん出てくれたかというと、実は、はい、水戸黄門マイルマラソン中井さん走るということで。はい、そうなんです。初マラソンなんですけど、はい、走らせていただくことになりましたので、はい、なので今日はちょっと一緒に練習をやっていこうということで。ちなみにあの、はい、中井さん、その目標としてはどれぐらいを目指します？目標はサブ3を目指して突っ込んでいくと。マジっすか。でも本当プロのアスリートなんで、はい、ちょっと実際どれだけのタイム出るかって出してくれるのかなって、僕自身すごい楽しみにしてるところはあって、うん、はい、意外と出るんじゃねえかなと。いや、僕はやればやるほど、マラソンを知れば知るほど、はい、めちゃくちゃなこと言ってんなっていうことを気づき始めてます。ですが、はいはいはい、もうあの出るってなってからもう目標決めたので、一応それを設定にやってみて、いけるかいけないかを頑張ってみようかなと思ってます。いや、そこまでこう言えるのなかなかかっこいいですよ、本当に。なかなか、まあ、知れば知るほど、でもやっぱなんかだんだん分かんなくなってきますよね。いや、もう知れば知るほど怖いです。あのサブ3行ってる人が怖いです。いや、それは本当にやばいですよね。やばいですね、早すぎる。いや、でもね、中井さんも、いや、でも僕は結構出るんじゃないかと思っています。まあ、いや、もう頑張りますよ。一旦、はい、そうですね。いや、でも今日はね、ちょっとこう一緒にね、練習頑張ってね、ちょっとそこに向けてね、はい、少しでもあのいい記録出せるようにね、一緒に今日は頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、じゃあ、はい、練習を始めていこうと思います。お願いします。緊張しております。今日やるのが4000プラス1000ですね。ペースが、4000のところは4分45で、プラスの1000がまあ4分で上げていって、ちょっとね、刺激をしっかり入れていこうと思います。で、中井さんとしては、はい、あれですか、一定のペースで。そうですね、今の課題なんで一定のペースで走るように意識していきたいと思います。ついていきます。頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きますね。スタートになりますので、お早めください。また、コース上での急停止や急なコース変更、逆走を避けて、接触事故の原因となります。前方マラソンを通す際は、後方を確認してから、そのアウトコースを使ったら、ご注意してください。斜めで走るっていうか、半分ですね、あと2キロ。じゃあ、数値切ります。よいしょ。OK です。ありがとうございます。でも実際どうでした？なんか一定のリズムで行くというのは、はい、いや、あの、まあ、一緒に走ってくれたからできますけどって感じが一番心配ですよね。もう結構あの、もう走りやすかったですもん。あ、本当ですか。はい、もうあの後ろついていって、いや、ついてくってな、本当に楽しみですからね、はい、全然違いますね。自分だったらもう悩んで合ってんのかな、あ、ずれてるってやるんで。いや、わかります、わかります、はい、問題はですね、水戸その、うん、多分サブ 3.50 しか確かペースはないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。
確かそれまでだった気がする。サブ3のもう己なんですね。もう己ですねそれがもうあのそれっぽい人にもついていきますね。なるほど、この人それなペースでいってなっていう。ちょっと質問しますね。サブ3ですかいきます、ね、初心者のもんでみたいな、はい、ちょっと分かんなくてって。もういきなりでそのサブ3ですわ。やべえ、そんななかなかそんな人いないんだよ。そんな言うないだろうな。やばい、本当やべえですじゃあこれで最後キロ4ペース、よし1キロお願いします。いきますか。じゃあちょうど来てないんでいきますね。いきます、よーいさ。いい感じで、はい、なんかでも結構余裕そうですね、本当に。まあ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 、はい気持ちいいです。いや本当になんか全然ピンピンしてるんで、はい、これはい、そうですね。これはちょっとちょうどいい。あ、本当ですか。はい、刺激をいただきましたねいやそれ良かったです、本当に。いやなんかでも横井さんやっぱ強いわ。本当ですか。いやいや、ほん、いや強いです、強いです、本当に。嬉しい。全然息も切れてないですし、実際はね、マジ本番楽しみですほんまに言ってますいやもうどうなるか、まあね、もう怖いですけど。いやでもかなり良さそうな、今だってこの練習全然ほんと息切れもしないんで、でもさすがサブスリーになるってだけはあるなという。本当恥ずかしいにだけはなりたくない。まあなってもいいんですけど、はい、でもやっぱチャレンジですもんね。そうですね、やっぱりチャレンジすることに意味があるんで。いや本当そうですね、はい、いやすごいよ。これをね、初マラソンの記録をベースにまた、はい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 、確かに。いや楽しみですね、本当。それやっていくんで。いやでもマジでお疲れ様です、今日は。ありがとうございます。お疲れ様でした。おっしゃ。無事に、4000プラス1000終わりまして、はい、結構でも中井さんは思ったより余裕を持って走られてたんでびっくりしました。余裕本当に全然あの走り終わっても一気に出ないんで、はいはい、これはマジで中井さんちょっとこう記録なんか出すんじゃねえかなと僕はますますちょっと思いましたね、本当に。あ、そう言ってもらえてちょっとね、本番前にめちゃくちゃ嬉しいですねパワーもらえますね。ぜひね、あの中井さんを見かけた人いれば、はい、ぜひお声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。あと私も見かけた際はぜひぜひ、はい、お声掛けいただければと思います。皆さんとね、この水戸黄門真夕マラソンをね頑張って走れればと思います。本当声かけてもらえるとあの嬉しいです。多分一人で心細く走ってると思うんで、はい、走る前とか走った後とか走る中でもよろしくお願いします。ぜひ見かけた方よろしくお願いします。それではね、皆さん水戸黄門真夕マラソン一緒に頑張っていきましょう。今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。